大宮が破門になります。失意の大宮が川谷組の村上を拉致し、それを知った氷室は斎藤らと共に乗り込んでいきます。そこで銃撃戦になり、氷室を助けるために三上が撃った銃が大宮に当たり、大宮は死亡します。すまんの悪しまいじゃ。兄弟、すまん、すまん兄弟。すまん兄弟、兄弟すまん。大丈夫か。すいません。おみや、なぜ言うこと聞いてくれちゃったよ。あおすまん、すまん兄弟。斎藤が身代わりなり刑務所に行きます。刑務所内の田村のもとには、大宮が氷室に殺されたと知らせが届きます。大宮さんが亡くなった。嘘だろ。田村が出所します。出所した田村はもう怒り狂って、怒り狂って氷室の自宅に。大宮を殺したらおめえが悪いんじゃ。そう言うと氷室は真相を隠し、そうだと答えてしまうんです。なんでやったんだ。川谷の落ち来たのは坂月、反対されたからじゃねえのか。そんなの反対されに決まってんだろうが。俺らの親父は三上哲也だけだろ。無償入る前に約束しただろうが。なあ兄貴、横浜飛び出してこっちで兄貴は三上の親分から杯もらって、今こうやってヤクザとしてギリギリの勝負してる。それで本当に良かったのか。もちろんだ。俺には何の文句もねえ。最高の親父だよ。そうだよな。俺も杯もらうのが楽しみになってきた。じゃあ兄貴、元気で。なあ、早く戻ってこいよ。待ってるぞ。おやじ裏切んのか。俺を裏切んのかよ。そこで怒り狂った田村が氷室をボコ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 にし、そして田村は大宮組に乗り込み、大宮組を継ぐと宣言します。俺の杯受けてくれよ。新参者の杯は受けられねえか。やめんかお前ら。あんたが大宮の二代目になるっちゅうんか。うわ、俺の手で大宮の名前を、三上の名前を日本一にして、三上の親分を共和会の頭に押し上げるぞと田村は宣言します。でも三上はありがたいが、田村と大宮を重ねてしまい心配になります。わしにとってはお前も田村も大事な可愛い子供や。
お前らにわしや大宮みたいな思いはさしとんない。お前ら別々にやってた方がええ、そう思ってな。わしの方から川谷の兄弟に頼んだ話なんや。親父が？せや。氷室は川谷組へ移籍が、しかし親を取り替えるのは極道ではご法度であるため、氷室は一人で移ろうとします。でも流星会の面々もついていくんですね。流星会ごと川谷組へ移籍します。みんな揃ったから言っておきたいことがあるんだ。俺は今川谷の時期から山崎組に誘いを受けてる。流星会が命拾いしてここまで大きくなれたのは親父のおかげだ。だから流星会の島は三上組のもんだ。その組を出ていこうってんなら、預かってた島を返して俺一人で出てくのが筋だ。納得できませんよ会長。寂しいこと言わないでください。どの道行こうが俺たちの親父は氷室蓮司しかいません。そう思ってみんな懲役行ってきたんです。よく考えろ。極道として筋が通ってるのは優斗の方だ。お前たちが何があろうが親父についてきます。それだって極道の筋のはずです。張り倒されたって勝手についてきますから。会長、会長。バカ野郎お前ら。その頃共和会内では次期若頭を決めようとしています。新党会の残党が大阪にいるという情報が入り、大阪攻めが本格化。この結果次第で次期若頭が決まると。みんな大阪の大和会って知ってるか？南の時か。せや、確か一本で寄ってるとこでんな。その大和会がどないしたんでっか？新党会の残党を拾うてな、勢力を拡大しとるらしいんや。南を抑える勢いらしい。せやけど残ったもんは引き抜くなり潰すなりして徹底的に怒んないじゃないですか。懲役いっとったもんが出てきよる頃やろ。大方中で知りおたんやろが、帰る場所のない新党会の連中に大和会が声かけて鳴りを潜めとったもんまで集まり出したらしいわ。せやけど組割ったもんにはうちから証の絶縁状回しとるやないですか。その筋引いたもんに杯を下ろしたいことですか？そういうこっちゃ。見過ごすわけにはいきまへんな。その通りや。わしはこれはチャンスや思うとる。大阪は戦前から地元組織ががっちり押さえといてなかなか進行できんかった。これを機に大阪を攻める。頭脳派の氷室の作戦で大阪だけでなく京都の一部まで吸収と。秋元の子分若宮の手出しでもあり、大阪攻めは大成功。氷室の実績から三上の次期若頭は濃厚になります。兄弟、兄弟、一緒に来てもらうぞ。中島と菅谷は田島会会長川田昇と同幹部新庄昭雄をすぐさま拉致。氷室は大阪小桜一家事務所において田島会の責任問題を激しく追及した。川谷組の行動力と戦闘力に恐れをなした川田はその場で全面降伏を申して、川谷の杯を受けることで戦わずしてその軍門に下った。
して大阪戦争はわずか1ヶ月足らずのうちに共和会の一方的な勝利に終わり、山崎組は大阪のみならず京都にまで勢力を拡大。川谷は次期若頭の座へと大きく前進したのである。今回はほんまご苦労さんやったな。しんどかったやろ。いえ、自分より現場で働いてくれた奴らの方がずっと大変だったと思います。そこや。これから差し入れやら裁判やらでいろいろと物入りになるやろ。少ないがこれはしかる見舞いや。いや親父、そんな。ええから取っとき。今回の戦争でお前らが最大の功労者や。それはの会長も出国もみんな認めとるで。うん、田村が真相を知ることになります。健太から田村に真相が告げられます。大宮が手がつけられないぐらい暴れていたとか、共和会内で問題になっていると、大宮が山崎組の幹部をさらったとか。あ、村上ですね。氷室がことを荒立てないように自ら破門になろうとしているとか。実は大宮を殺したのは三上だった。立場を考えて氷室がかばっているとか、そういうことを健太から聞きます。そして田村は氷室を信じられなかったことで自暴自棄になります。その時真相を知らない田村の子分たちが三上が喧嘩を売ったりします。そこでうちは抗争状態になります。おい、俺ら何してんじゃ。どこ歩いとんのじゃ。出てかんかい。じゃがめじゃ、ボジ。お天下取ったけんやんのか。おう、踊らの顔はよう覚えてるさかいな。川谷の親分が天下取ったら踊れら大阪におれんしてあるぞ。そりゃこっちのセリフじゃ。何が川谷じゃ。お前らみんなクソ汚れじゃ。あれがクソ汚れじゃ、このゲドは。おら、バカじゃねえ、おら。おい、どうしたんや。大丈夫か。茅野のけどうか。川谷の親分のことクソ汚れ昔おって。茅野って大宮組のか。もう天下取った気で言おるんかって。あの腐るけどうか。うちはもめやあかん言われとるやろか。氷室は田村を呼び出し一騎打ちになります。お前は、はい、前で前、前で前、カメラの脇、え、安田さん、見えてるんですか。もうずっと見てるよ。あ、大丈夫です。大丈夫だったっすよね。これ編集してどうせ何分かの動画にまとめるんだろうけどよ、はい、お前何回 NG 出しは気が済むんだよ。いやいや、そんなもう毎回一発本番で。お前周りのスタッフがかわいそうだろ。すいません。お前これまだ今日何本か撮るよな。はい、ちょっと俺ずっと見てるからよ。見てます。ちょっとビシッとやれよ。頑張ります。次行ってみます。お前よ。え、おい、どうも、小手山雅です。俺が最も影響を受けた本ということなんですけども、実はね、小学校と中学校一つずつあるんですよ。
まず小学校の時がこれ、ずっこけ三人組シリーズですね。はい、これはね、ほんと当時の俺のわんぱく心をね、ほんとにくすぐったんですよね。当時活字嫌いだった俺なんですけど、この作品を読むためだったら活字も厭わないと、それぐらい俺ドキドキして読んでましたね。で、中学校に入ってからこれですね、湘南爆走族ね。これはほんとこの5人がかっこよくて、5人のね、かっこよさとか、あと関係性とかね、ほんとすごくいいんですよね。あと中学校の時なんてね、もうチャリンコバーッ止める時なんて、俺たちは小爆だなんて言いながらアホみたいに止めてましたよそれぐらいね、本当にね、この作品、まあ、まさに俺がリーゼントをするきっかけになったバイブル本と言ってもいいぐらいですね。皆さんもよろしかったら読んでみてください。すごく面白いです。で、あとこれは余談なんですけどね、本当に俺が心をぐっと揺さぶられたのは、河原に落ちてたデラべっぴんですね。俺の変態への、はい、自分が影響を受けた本、近野圭さんのアメリカ極悪刑務所を生き抜いた日本人です。この圭さんとも、もう11年、お世話になってますけども、なんとレベル5の、アメリカのレベル5のプリズンに収監されてたという、 FBI のおとり捜査にハマってアメリカの刑務所に10年服役、そこで、その刑務所の中で、出会うんですね、メキシコ系アメリカ人ギャング、チカーノと、一見すごい怖そうな集団なんですが、一歩懐に入ったら、すごく家族愛が強くて、その愛に触れて自分は変わってったっていうことを、綴ったりしてる本なんですけども、皆さんもぜひ読んでみてください。どうも、中澤達也です。俺の好きな漫画を一冊紹介したいと思います。本気と書いてマジ。俺がこの本と出会ったのはね、19歳ぐらいの時かな。ほんと最初は何気ない気持ちで読んだんだけど、何冊か読むうちに、この主人公白金マジめちゃめちゃかっこよくて惚れました。弱きを助け、強きをくじく。めちゃめちゃかっこいいんですよ。このマジが、ちょいちょい、まあ、1話に1回ぐらいかな。なんかマジの気持ち、語りをなんか入れるんですよ。もうその語りがね、ちょっと切なくて。ほんと多分普通の、こういうの興味ない人でも、読んでもすごい、なんかかっこいいな、いいな、楽しいなって思えるような本なんで、ぜひ読んでみてください。こんにちは、本田ひろとです。僕が最も影響を受けた本ということで、まあ僕って言ったらもうこれしかないですね。じゃじゃん、チャンプロードこのチャンプロードは、まあ、今廃刊になっちゃったんですけど、もう29年ぐらい続いた、もう歴史あるまあ、いわゆる暴走族雑誌ですね。もう本当これを見て、影響された人とかもめちゃめちゃ多いと思います。もうこれで育ったようなもんですよ、本当に。で、こう最初の頃はね、もう若い頃はもう見てね、出てる人を見て、うわーいいな、羨ましいな、俺も乗りたいななんて思ってたら、なんともう最後の方ですけどね、もう5、6年、いやもう10年ぐらいかな、もうレギュラーのようにもうチャンプロードバン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 出させていただいて、なんとこれなんかもうピン表紙ですよ。もうこの雑誌はもう捨てられないですね。まあ、今ちょっと手元に雑誌しまい込んじゃって雑誌ないんですけど、まあもう大切に大切にもう何冊も何冊もあるのを捨てられなくて、もうしまい込んであります。もうそれぐらいもう影響を受けた雑誌で、もう宝のような雑誌ですね。どうも、北田豊です。自分が影響を受けた読み物ということなんですが、絶賛今読みまくらせていただいているのがこちらです。銀河流れ星銀という作品なんですが、こちら、犬と書いて男と読む、男たちの熊との戦いの物語となってます。
今実は舞台で、こちらに出てくる紅桜というキャラクターをまさに今、やらせていただいているところなんですが、そういうのは関係なく、本当に僕もめちゃくちゃ大好きな作品でめちゃくちゃ熱い気持ちになれるので、日本統一とか V シネマとか、男たちの何かこう古き良き熱い何か、そういうものに惹かれて見てくださってる皆様には、きっと何か届くものがあるんじゃないかなと思って、ご紹介させていただきました。以上です。どうも、川崎健太です。自分が影響を受けた本ということで、こちら超大人気漫画のワンピースですね。ワンピースは、小学生の時に初めて買ってもらった漫画が、ワンピースで、25歳の時からずっと集め続けている漫画の一つです。どんな困難にも立ち向かう姿勢とかは読んでて本当に勇気をもらいます。自分が大切にしている人とのつながりとかっていうのは、こうルフィたち麦わら一味が、仲間を大切にする思いというところから、こう自分も影響を受けているんだなって思いますね。自分が大好きなエピソードの一つはエニエスロビー編です。こう本当仲間を大切にするっていうのが本当にきっと詰め込まれた本当にいいエピソードですね。最後のメリーゴーのシーンとかは本当に泣けました。丸亀に喧嘩売るようなもんですね。ようなもんじゃねえよ。喧嘩売るんだ。関東進出は初代権田会長以来の悲願や。うちは必ず横浜を取る。堂々と喧嘩すればいい。親父が関東に立つと決めたからには大親分になってもらう。それが自分の仕事です。どうすんだよ。もともとあの人を丸亀に引っ張ったのはあんたでしょ。なんだ、聞いたらまずかったべか。いいや、俺たちだけは絶対に殺し合わないようにしような。おてめえ黙ってる。伏せろ。無駄口叩くな。氷室さん、茨城の土地のことで困ってますよね。言うと氷室さんはあんたの意見を無視して内密にことを進めた。氷室さんと一枚岩だと思っていたのはあなただけだったのかもしれない。今後はうまいことやっていきませんか。興味が湧いたよ。